ようございます。マスタです。オーラということですね、今日はですねスペインからですねお話をしていきたいと思います。いつもですねビデオを見てくださって本当にありがとうございます。さて今日はですねスペインですねから送っていくんですけれども、今ですねちょうどバルセロナにいるんですけれども、バルセロナですね、こんな感じですね。すごいこうビーチがあって、街並みはですね、ちょっと見えるでしょうか。こんな感じで、なんですけど、わかりにくいですけれども、今日はですね、この辺から お話をしていきたいと思います。今回のですね、スペインの旅はですね、ただですね、心の療養プラスですね、ダイレクトレスポンスマーケティングがスペインにもあるのかどうかというですね、口実のもとですね、プライベートで旅行をしています。今日はですね、その中でですね、一番初めにお話をしていきたいのはですね、この前もですね、予告した通りですね、成功をですね、しない人にですね、ついてお話をしていきたいと思います。なぜですね、今日この話をするのかといえばですね、よくですね、成功するとか成功しないとかっていうふうにですね、言う人いるんですけれども、成功って一体何なのか、果たしてですね、お金をこう持つことがですね、成功なのかとかっていうですね、お話があるんですけれども、僕自身は、それがですね、それだけがですね、成功だとは思いません。なぜならですね、お金をですね、たくさん持ってもですね、成功しない。例えばですね、お金をたくさん持ってもですね、健康じゃなかったらですね、どこにも行けませんね。プラスですね、例えばですね、健康を手に入れていたとしてもですね、どっかに行けるお金がなければ、誰かとですね、生きる仲間とか、誰かと生きる家族がいなければですね、成功したと言えないと僕は思いますのでですね、自分にとってのですね、成功というのは一体何なのかということですね、この辺でですね、ちゃんと考えるべきだと僕は思いますね。一つですね、これですね、僕いつもやってもらうことなんですけれども、自分の成功って一体何なんだろうか、自分の成功って一体どういうことが成功なんだろうか、定義付けるためにですね、例えば自分の収入がいくらとかですね、どんなところに住んでるかとかですね、家族がどういう状態であるとかですね、自分の車はどんなものを乗ってるとかですね、自分のビジネスの状態がどういう状態であるかということをですね、明確にですね、決めていくことが僕は成功の、ステップ、ワンステップ目だと思います。そしてですね、ツーステップ目はですね、自分のですね、ビジネスをその成功をしなければいけない理由というのをですね、自分の中で明確に決める必要があると思います。たくさん目標があってもですね、やっぱり踏ん張りが効かない人っていうのがいると思いますけれども、その踏ん張りが効かないですね、一つの要因というのはですね、やはりですね、この目的が弱いというのがありますので、この目的を決める必要があります。なのでぜひですね、このですね、自分の目標の目的ですね、自分の目標の、明確化ですね。2つ目はですね、この目的を決めるということですね。僕自身はですね、成功しない人はですね、まずですね、目標が明確でない人、そしてですね、目的が明確でない人っていうのがありますんで、この辺をですね、ぜひ明確に決めていただけて、言っていただければいいんじゃないかなと思います。プラスですね、こんなやつは成功しないっていうやつがいますけれど、っていうですね、人がいますけれども、何せですね、明確でない人、数字として表せない人、ミッションとか言ってですね、やたらですね、見えないものをですね、追っていて人はですね、本当に成功していってないんだと、僕自身は思いますので、この辺を明確にしていただけたらなと思います。そんな感じで、今回は、送っていきました。いかがだったでしょうか。次回もですね、バルセロナからお送りしていきたいと思いますけれども、次回はですね、盲目についてですね、お話をしていきたいと思います。このですね、盲目についてお話しすることなんですね、自分が果たしてですね、この盲目なのか盲目じゃないなのか、で、盲目っていうのはですね、自分の商品とかサービスにですね、盲目になっている人たちですね、素晴らしい素晴らしいって言っておきながらですね、お客さんがですね、一人も素晴らしくないとですね、言ってるですね、そういう盲目についてですね、お話ししていきますので、ぜひですね、楽しみにしていてください。そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。またですね、次回お会いしましょう。
会いしましょう。チャオ。